にやってまいりました。ファイナルバトル、果たしてチャンピオンの栄冠は誰の頭上に輝くのでありましょうか。さあ、まずは、おっと、これはいまいち。おっと、ここは動けません。互いに牽制球を投げ合っているといった状況です。おっと、ポケモンをチェンジします。ここでユンゲラーの登場だ。さあ、このポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。さあ、これは弱点をついた。あーっと、大爆発だ。鋭い当たり。あーっと、ダウン。あーっと、両者ともダメだ。さあ、次はどのポケモンを使ってくるのか。ここで二度キングの登場だ。ここで壁キックの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。ここで中断ボルトだ。おーっと、このポケモンではまずかったか。いった。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。さあ、激しいバトルです。戦う構えに入って、激しい攻撃、決まった、効果的な当たり。おっと、麻痺して動けません。白熱したバトルが続いております。これはどうだ。よし、おっと、ダウンだ。さあ、出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでファイヤーの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1。緊迫した戦闘が続いています。バトルの姿勢に移って、さあ、ここで、あーっと、氷付けになってしまった。おっと、凍っていて動けません。凍ってしまったことでバトルが一方的になってしまった。さて、いったー、狙い的中。この氷が溶けることはあるのか。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。激しい攻撃、効果は抜群だ。あーっと、力尽きたか。おめでとう、チャンピオン決定。